はい、こんにちは、ナノカです。今回のお話はですね、どん底から救い出してくれるのは〇〇っていうお話なんですけど、〇〇って何が入ると思いますでしょうか。自分がこの今どん底ですよね。どん底の時に何がこのどん底から自分をこう救い出してくれるのか、いい人生に変えてくれるのか、まあ、ここまで言えばですね、もう勘のいい方はねお分かりだと思うんですけど、あと私のこのチャンネルをですねずっと見ていただいている方はですね、ああ菜乃華さん分かりますよってね思われてると思うんですけどね、それはですね、〇〇というのは自分なんですよ。そこでどうですかね、自分と聞いて自分って思った方もいらっしゃるかもしれませんよね。このチャンネルを初めてこの動画で見つけていただいた方はですね、やっぱりこういうふうにね考えてるんじゃないかなと思うんですよね。あのどん底っていうとやっぱすごく辛いとか孤独だとか寂しいとか、なんかすごくこう絶望感があったりとかですね、楽しくないとかね、つまらないとかしんどいとか苦しいとか、もうとにかくすっごくね、もう本当にネガティブなね感情だらけだと思うんですよね。でこのどん底からですね、この自分が抜け出す、この時に誰かで、この救ってくれるのは誰かってこう思うと思うんですよ。この私を誰か救ってみたいな、ここからこう出してみたいな、ね、このどん底のこの沼から私を出してって誰かってこう手を伸ばしてると思うんですよね。でその手の先には誰かがいる。例えば今友達がたまたまいないとかね、別れちゃってとかね、全然会ってないとか、私は一人ぼっちと思ってる方は、誰か新しい友達ができたら、その友達が私のこの絶望からね、こう楽しい場所にこう救い出してくれるんじゃないか。そして恋人がいない、彼氏がいない、彼女がいない方は、ああ僕に、私に彼氏とか彼女ができたら幸せになるんじゃないかな、私も笑えるんじゃないかってね思ってると思うんですよね。あとはその家族がもうすごく仲が悪かったり、兄弟仲が悪かったりね、親とも関係が悪かったりとかね、その家族関係のことでなんかすごく辛い方は、ああでもここのね家をこう飛び出して一人暮らしして、親とか兄弟とか離れて、でそしてその自分が自分のその一つのこうなんか自分のね居場所ができれば、その家族とはもう関わらなければっていう風にね、この家族がいなければとかね、家族と関わらなければみたいな、だからそういうふうにこう家族っていうのが対象になっちゃうわけなんですよね。だから友達だったり恋人だったり家族だったり、あと職場のね人間関係でいろいろあるんだったら、その職場の人がねいなくなればとかね、だからそういうふうにこう周りがですね、どうにかなれば変われば、そうしたら私はこのどん底から抜け出せる、それが私を救ってくれることになるんだと思ってらっしゃると思うんですよね。でもですね、実際のところはそういう友達とか恋人とか家族と離れたり、その家族関係ですね、あと職場、いろんな、もう他にもいろいろあると思うんですけど、そのいろんなものがいい方向に行けば自分が幸せになったり、このどん底から抜け出せて明るくなれて笑えて幸せを感じることになれるっていうことじゃないんですよ。もう自分なんですよ。自分が、心が、この頭の中が、この思考がですね、生き方がですね変わらない限り、このどん底からは抜け出せないんです。でその自分がっていうことはですね、やっぱりその自分がですね、今どん底だったら、今のこの自分をですねちょっと客観視していただいて、自分はどういうことを常にこの心の中、頭の中でこう思い描いてつぶやいてるか、今日一日こう朝起きてですよ、夜までをちょっと振り返ってみて、朝起きてからまず何を考えましたかってことなんですよね。例えば具合が悪かったら、ああ今日も具合が悪いな、ここが痛いな、めまいがするな、ね、なんかこうもう風邪いてる、またもうしんどいなってね、まず朝一でそういうこうすっごくこうネガティブなことを考えてないか、そしてその後ねご飯食べて、で会社に行く方は会社に行く準備しながらとか、その通勤の電車とかバスの中とかですね、で会社に行って、で家に帰ってきて、もうずっとその一連のですね一日をこうずっと振り返った時に、自分が心の中で何をつぶやいてるか、何をこうね反芻してるか、誰かの言葉をずっとこう反芻してないかとかですね、過去の時のね出来事だったり、誰かの時の顔とか言葉とかをずっとこう自分の中でこうねフラッシュバックさせてなかったかとかですね。だからこう一日自分が何を考えて、それでどういうことに自分のこの気持ちを向けてたか、ね、例えばじゃあその一日で会社の人が何か言ってきた時に、自分はどういうふうに思ったか、どういう対処の仕方をしたか、
それを一つ一つこう振り返った時にですね、この一日だけでもねいいんですよ。一日だけ振り返っただけでも、あ、なんかすごくこう一日中なんか暗いこと考えてたなとか、なんか過去のこと考えてたなとかね、あとこう物事に対してすごくこう過敏になってたなとか、すごく私気にしてるなとか、自分のことがね客観視すればわかるんですよね。そうするとその今の自分がそれでネガティブな感情だったり、あの思考だったり、言葉をつい言っちゃってるとかね、もうあれムカつくよねとかね、あれしんどいね、もうこれ私嫌なんだよねと、こういう顔になって、もうすごくこんな感じでですね、何かものを言って誰かと会話してた、そういうことがあったとしたらですね、そういう今の自分でずっとまた今日もいて、明日もいて、明後日もずっとそうだったらですね、自分のこのどん底はですね、このどん底はですね変わらないんですよ。ずっと自分はここにいるだけなんです。ずっとここに居続けなきゃいけないんですよ。で、そういう今のこの自分でいるままですね、たまたまちょっとこう友達ができたとしますよね。友達ができてどっかに行く約束をして遊びに行ったとしますよね。で、遊びに行ってそこでじゃあいろんなことをして、でご飯とか食べてる時も、でも結局その新しい友達ができて自分は嬉しくて、まあ、はしゃいでる部分もありつつもですよ、でもやっぱりその友達、新しくできた友達のちょっとしたこの言葉とかに過敏になって、ってなんで今こういうことを今私に言ったのかなとかね、あら顔ではニコニコしててもですよ、心の中でとか、何なのとかって、なんかこうやっぱりずっとこう自分が今までずっとこうネガティブだったその自分がまだここにずっとあって、いくら新しい友達ができてもそこで心の中は全然変わってないからネガティブだったり、あと何かね、あのその友達がせっかくできたのに、その友達からですね LINE が今日来なかった、それだけでなんで LINE してくれないのかなって、私がこの前したよなとかね、あれから返事来てないけどなとかね、だからそうやってですね、自分がずっとネガティブな自分のままいたらですね、いくら新しい友達がここにできても考え方とか生き方が全く変わってなかったら、その友達との関係もいい関係ができないんですよ。そして友達がせっかくできても自分の心が全く変わらない、なんか私友達できたのになんかずっとなんかモヤモヤしてるし、なんかすごく傷ついてるし、なんか私悲しくなってきたとかって、なんか全部こっち側の私はです、全然変わってない私っていうことになっちゃうわけなんですよね。だから自分なんですよ。自分が変わらない限り、友達ができようが恋人ができようが、その恋人も同じですよ、今説明した友達と同じようなことですよね。だから恋人ができたところで、その恋人のね一挙手一投足にいち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 気にしてて、で過敏になって、なんでって、今日デートするって言ったのに、なんで忙しいって、なんでなのとかって、なんかこう一個一個ですね、せっかく新しい恋人ができてもまたそういうになっちゃうですね。だから友達とか恋人とかができてもですね、あと結婚してもですね、自分が本当にこうちゃんとしたものの考え方、明るい考え方、ネガティブじゃなくて、あと過敏にね反応しないとかですね、である意味いいね鈍感加減というかですね、もうそんなこと別に気にしてないよっていう感じで、こう本当におおらかに自分が慣れてない限りですね、もう変わらないんですよ。友達ができようが恋人ができようが結婚しようが、で今度子供ができたらできたで、また子供の子育てでもいろいろ考えちゃうとかね、でそのまたママ友との付き合いがまたできてって、もう本当にですね、まず自分というものが安定しておおらかで温かい心がこうちゃんとここにあって、で物事をネガティブに捉えないで、でスルースキルもですねちゃんとこう持ちつつですね、物事を重く考えない、深く考えすぎない、ね、人にこう尽くしすぎないとかね、人との距離をこう詰めすぎないとか、だから私がこのチャンネルの動画一つ一つでですねお話ししているようなことをですね、考えられたり切り替えられたりですね、そういうふうにこうね、こう正しい方、正しいっていうのはネガティブとか暗くね、こう自分がこう辛くなるような方じゃないっていうことですよ。こっちですね、いい方向にこうね、自分がちゃんとこうね、自分をこう変えていけて、少しずつでも変えていければ、そしたらもう友達ができようがね、恋人ができようが、結婚しようが、子育てがまたね、ねしなきゃいけなくなってようが、でママ友と付き合わなきゃいけなくなってようがですよ、職場でもいろいろあってようがですね、自分がちゃんとしてればいろんなことがあっても、そこをちゃんとこうねクリアしていけて、もうまたこうドーンとこうどん底になったりとかしないわけなんですよ。だからまだこのチャンネルまだ見つけたばっかりの方は、ぜひですね他の動画もちょっと見ていただきたいんですけどね。
だから結局そこなんですね。だから自分なんですよ。自分がずっと同じ、このすごく辛い辛いと思ってずっと生きてる、このずっと生きてきたこの自分と全く同じ、今の自分が全く同じだったら、もう誰が、もう誰か助けてって言って、私これ今辛いんだって誰かにこう手を差し伸べても、でそこに誰かがこう友達だったりね、恋人だったり結婚相手とか子供とかね、ママ友とかがここにいたとしてもですね、もうこうなっちゃうわけなんですよね。もう自分が手を離しちゃうのと同じことになっちゃうんですよ。自分がせっかくこう掴み取れるような幸せだったり喜びだったり感動とか嬉しいとか楽しいっていうことがここにあるのに、自分が全然変わってなかったら、それをこう手にねできないんですよ。だから自分が一番大事っていうことなんです。自分が自分を変えるっていうことなんですよ。自分の人生、自分のこのどん底はですね、自分が自分をこう救い出してあげるっていうことになるってことなんですよ。どうですかね。もう自分なんです。本当に自分なんですよ。誰かがいないと私は幸せじゃないとか、私には友達がいないから辛いんだとか、私恋人がもういないんだよねってね、誰とも付き合ったことがないんだよねとか、私結婚してないからとかね、子供がいないからとかじゃないんですよ。親がどうだからとかね、兄弟がひどいからとか、そういうことじゃないんですよ。自分なんです。自分の心が自分の幸せを決めるんですよ。まあ、それはですね、一つ一つの動画で、私これたくさんですね、このチャンネルでお話してますんで、一つずつちょっと見ていただきたいなと本当に思います。そしてですね、気持ちを楽になっていただいて、本当に幸せな人生になってください。もうお役に立てたら嬉しいなと思ってこうやってお話ししてますんで、では今回もありがとうございました。